こんにちは。今日は引きこもり支援の共通する成功の原則についてお話ししたいと思います。こんにちは。公認心理師、臨床心理師の宝塚ラボ子です。今日は以前参加した引きこもり講演会 in 宝塚での内容をまとめてみたいと思います。この講演会は定員80名でしたが、当日参加も含め、なんと168名もいらっしゃっていました。それだけこのテーマはニーズが高いということだと思いました。すでに高年齢化しているであろう娘や息子を抱える高齢の保護者の方が多いという印象でした。講演会の最初に属性を聞かれて、それぞれ挙手したのですが、保護者の方は会場の半分から前にたくさん座っておられたようで、保護者の方と聞かれた時にたくさん手が上がったのは前半に座っておられる方々です。内閣府は2010年の調査で引きこもりは225万人と推定しましたが、これは15歳から39歳までに限っています。実際島根県、山形県では引きこもりの半数以上は40歳以上ですし、山梨県では40代以上が6割弱です。内閣府の計算方法では、これらの人は弾かれています。また、自宅で家事、育児をしている人は省かれているので、特に女性の引きこもりは弾かれています。だから実際はもっともっと多いということでした。回復のためには感情を言葉にする作業がとても大事というのを強くおっしゃっていました。子供の心に安心感がなければ気持ちは言葉にできないという言葉がとても印象的でした。これは以前参加した全国の集いでも何回も言われていましたので、多分引きこもり支援の鉄則なのだと思います。お前いつまでそんな状態でおるんや、みたいな姿勢では子供の回復はないのです。子供の変化のきっかけとなった言葉として、ある日父が、お前の面倒を見れなくなってきたけど最後まで見捨てないぞと言われてとても感動したという当事者の言葉を聞きました。引きこもりを治そうというよりも、娘や息子の人格を受け入れることが大事だということでした。また親は親で自分の人生を楽しむ方がいいともおっしゃっていました。ただし諦めないよ、見捨てないよというメッセージを送り続けることもとても大切だともおっしゃっていました。子供が引きこもると親も一緒になって引きこもるケースが多いのですが、それは良くないということでした。また情報収集はとっても大事で、メモでこんな集まりあるよみたいな感じでさらっと、あくまでさらっと子供に紹介することはとてもいいそうです。日常会話を豊かにする、くだらないことも喋る、つまり自由に思いのまま語れる環境や関係がとっても大事であるとまとめていらっしゃいました。これが多分引きこもりの原則は日常会話を豊かにして、くだらないことも喋って笑い合える、こういう自由に思いのまま語れる関係が大事であるということですね。今日は引きこもり講演会 in 宝塚から引きこもり支援の大原則についてお話ししました。回復のためには感情を言葉にする作業が大事、そして子供の心に安心感がなければ気持ちは言葉にできないということをもう一度確認していきたいと思います。お聞きくださりありがとうございました。それではお元気で、さようなら。